近本教授です。今回はですね、マイナーチェンジしたフリードハイブリッドに乗っております。今ですね、走り出したばっかりですね、燃費コールドスタートで計測してます。でフリードはですね、マイナーチェンジで制御に関しては、まあ、特にね、ここがこう変わったとかいうことは何も言われてないんですけれども、一応 JC08 モード燃費がね、少し上がってますよね。でただあれはまあ測定誤差の範囲かもしれないので、ちょっと何とも言えないんですが、まあ今回ですね、このマイナーチェンジした最新型のフリードハイブリッド乗りまして、まあ、制御が本当に全く変わってないのかというのを調べたいと思います。でこの車ですね、接近音は消せなくなりました。まあ、これは2018年かな、シエンタとかもそうなんですけれども、前のフリードはね、接近音消すボタンがあるんですけれども、この車にはないので、25キロ以下では車両接近通報音というのが聞こえます。ちなみに内装ですけれども、この車はね、こういう黒基調の感じになってますね。10キロ近く走って、コールドスタートで、今1対20いったぐらいですけれども、まあね、この車、まあ、ほとんどね、制御は変わってないなっていうふうに思います。まあ、制御だけじゃなくて、乗り味とか、まあ、静粛性とかも全然変わってないですね。まあ、静粛性に関しては、なんかちょっと、こっちの方がエンジン音がすごいする気がするけど、多分気のせいですね。この車はですね、安全性能の部分では少し進化してますね。まあ、あとはですね、デザインの部分で、まあデザインはね、正直私は普通のノーマルに関しては前のデザインのが好きですね。クロスターはなかなかいいんじゃないかなと思いますけれどもね。はい。高速 EV 走行にします。アクセル離して、3速 EV 走行。まあこの辺はね、全く制御は変わってないですね。でこの瞬間燃費もね、見てると、まあ、その充電の割合が分かるんですけれども、まあ、IDCD は初期型と後期型だと、まあ、この瞬間燃費が結構違うんですね。つまり充電量が違う。初期型の方があんまり充電は積極的にしてないです。後期型はかなり充電するようになりました。まあ、特にこの速度域で40キロとかで走ってる時っていうのは、後期型は結構ね、充電をするんですね。でまあ、ただね、その充電をすごくするようになったっていうのは、まあ、JC08 モード燃費対策というような部分が大きいので、実燃費においてはね、その充電を結構しちゃうがためにバッテリーが満充電近くになってしまって、回線ブレーキが使えなくなるっていうケースが多くなると思うんで、まあ私的にはね、初期型の方が後期型よりも実燃費の部分では出しやすい制御になってるというふうに思います。初期型と後期型はハード的に変更がありました。その7速 DCT の変速機が変わったっていうところですね。ただ、まあ、この車、まあ、フリードに関してはもう最初から後期型ですので、そういったまあパワートレインのハード的な変更はないかなという感じですね。モーターの音とかも全然変わってないですね。まあ、この重機動類を使わない、まあ、レアアースフリーのモーターですね、の音ですね。初期型はちょっと違う音がします。はい、1速3速つなぎ替えやります。はい、普通にできますね。まあ、この辺も全然変わってないです。まあ、今はね、普通にエンジンかけたんですけれども、まあ、今みたいにちょっとね、EV で粘ってからエンジンかけると結構エンジンの音がうるさいですね。燃費もね、結構上がってきましたけれども、今はね、ちょっとバッテリー残量かなり少ない状況ですね。もう少しで強制エンジン始動で充電になるかなっていうところです。普通にね、加速するときは今みたいに、まあ、10キロくらい、10キロ未満くらいからね、エンジンを
かけるのがいいかなと思いますね。まあ、その方がつなぎもいいし、音もね、あんまうるさくなんないし、ね、アクセルを、まあ、緩めたり離したりして EV 走行に切り替わるまでの時間が前よりも若干短くなってるかなという気がしますね。まあでもちょっとね、これははっきりは言えないかなっていうところですね。まあ、逆光なんでね、見えないと思うんですけど、はい、アクセル離します。はい、ああ EV77 秒が発病したっぽいですね。はい、300m 先、右方向です。まあ、ちょっとね、はっきりは分かんなかったですけど、まあおそらく制御は全く変わってないかなっていう感じがしますね。今ね、回線ブレーキの制限かかってますね。はい、でこういう風にまあね、 IDCD は慢性的にバッテリーがいっぱいになってしまって、そうすると回線ブレーキ使えなくなって明らかにエネルギーロスするということですね。まあこの辺は制御で、まあ、まだね改善の余地があるんですけれども、まあもう IDCD はおそらくそんなに真面目に開発する気はないと思いますので、ホンダとしてはね、まあでも別に、うん、運転の仕方で、まあ、それを克服できるのでいいかなと思います。はい、しばらく走ってきましたけれども、まあ基本的にマイナーチェンジで制御は変わってないと言っていいです。で、まあ、全く変わってないかっていうのはちょっとまあわからないですけれども、まあ、私の乗る感じだと、まあ、全くあるいはほとんど変わってないかなという感じですね。はい、ということで今回は新型フリードハイブリッド、マイナーチェンジ後のフリードハイブリッドの走行レビューでした。ご視聴ありがとうございました。まもなく右方向です。